こんにちは。カナダ大事なネムタツです。絶対知るべき奇跡2つ。これがスポーツの力。BLM と保守が融合。実力でウォークたちから野球奪還ということでお話をしていきたいと思います。え今回なんですが、スポーツの話題を2つ皆さんにお届けしたいなというふうに思います。えまず最初、バスケットボールと接種政策。そして、BLM ということをお話ししていきたいと思うんですがえ、プロバスケットボールチーム、ニューヨーク州に拠点のあるネッツっていうチームに所属しているこちらの方、カイリー・アービングっていうんですが、皆さんご存知ですか 僕ちょっとバスケットボール全然わかんないので、あの、お初にお目にかかりますっていう感じだったんですが、え、こちらの方が今練習に参加できなければ、試合に出場すらできないっていう状態が開幕からずっと続いてるっていうことなんですね。で、まあ理由は、まあ容易に想像つくと思いますが、ニューヨークのそのワクチンパス政策っていうのが原因だということで、未接種者であるアービン選手は室内の大規模な人間が集まるイベントに参加することができないっていうところがあるので、まあこういう状態になってるんですね。 もともと10月の頭ぐらいからこのことは話題になり始めていたんですが、その当初はホームゲーム41試合と規制の厳しいカリフォルニア州のような、えー、ところ以外ではまあ出場できるでしょうということで、まあ、むしろ体力温存もできて、えー、そのパフォーマンス上がるんじゃないかみたいな楽観視するような声も最初上がっていたそうなんですね。ところが10月半ば過ぎたぐらいでチームが 問題が解決するまで全試合の出場をさせないっていうことを決定したんですね。まあ、つまり本人が打つか、または、州全体の規制が緩和されるか、このどちらかが起きない限りは試合はどこであろうと出場させませんよと。で、一応昨日ですね、インタビューがそのオーナーに向けてあったんですが、その時にオーナーも,もいつ変わるかわからないから、まあ、彼が一体いつその、 ファンの前に姿を現せれるかもわからないよっていう風に言ってて、まあ基本的には彼らは方針を変えるつもりはないと。一応その NBA 全体としても、州の方針に従いなさいっていうような命令が出てるので、まあそれに従ってるっていうことだそうなんですが、その選手生命ってそんな長くないんですよね。プロとしてやっていく上ではね。っていうことを考えると、この1年ってすごく重要なんじゃないかなっていう風に思うところは正直あるわけなんですよね。 で、本人はえ、これがあるから、こういうことだと、からとはいえ、引退することはないというふうに言及しています。私にはまだまだやることがたくさんあるんだっていうふうに言っていましたね。はい。で、来年、ちょうどなんか移籍することができるタイミングになるようでして、まあその可能性が高まっているということだそうです。はい。まあなんで、その、打つか打たないか一つとっても、こういうふうにプロのバスケットボールの世界にも影響が出ているというところがあるわけなんですが、 今、このニューヨークなんですけれども、ワクチンパス政策が始まってから徐々に抗議活動はね、あの、増えていき、そして接種義務っていうような話になったらもう一気に爆発的に増えていったんですよね。動画見たことある人いるかもしれませんが、もうびっくりするぐらいの規模、そして回数もどんどん増えていってるんですよね。はい。で、このワクチンパスであるとか接種義務政策に反対する抗議活動っていうのは、そういう、その政治の世界だけではなくて、このスポーツの場にも来てると。このアービン選手。 の、えー、に関する抗議活動も起きていて、ネッツのホームの開幕戦があった時に抗議者が集まったんですね。で、アービン選手をプ,ロプレイさせろっていうふうに、えー、訴えるようなものもありました。で、中には一部バリケード突破して警察隊とね、あの、揉み合うっていうような場面もあったんですが、こういうふうにスポーツの場でも抗議活動っていうのは起き始めてるんですね。 で、そこに来ている人たちの中には、なんと b l ムもいるということで、えっ、ー、と、ニューヨーク支部の例えばニューサムですね、えー、ホークニューサムかな、の姿もあったと。で、さらにその支持者というか、まあ、メンバーたちですよね、もう多く参加していたっていうことなので、まあ、つまりこれは、今までは、その、まあ、一、一応僕一部って言っておきますが、一部の保守層、 とあとは、えー、と中道寄りのリベラル層の人たちとも言いますが、まあ、その人たちが手を組んで、接種政策に反対、抗議活動だっていうふうに動いていたわけなんですが、そこに、まあ、いわゆる極左勢力とも言われるような BLM が合流したというところがあるわけなんですよね。まあ、背後にはその黒人層のね、あの、低い接種率っていうところがあると思うんですが、まあ、彼らが合流したっていうところがあって、今までだったら水と油と言われていたような層が、まあ、見事融合を果たした瞬間なわけなんですよね。 まあもちろん今回ね、えー、これだけの話なのかもしれませんけれども、それでも今までありえないような、その、メンツが揃っているわけなんですよね。これは本当にすごいなというふうに思います。僕がすごく思ったのが、あの、ガンダム00っていうですね、そういうアニメがあるんですよ。で、あの、それのね、 ソレスタルビーイングっていうものと接種政策がなんか被るなっていうふうに思ったんですが、はい。これ知らない人全然知らないですね。ちょっとやめときますね。かなり話が脱線しちゃいますからね。はい。まあ、とりあえずそんなね、なんかアニメの世界でもともとその予言されてたんじゃないかみたいな動きが今起きてるということなんですね。はい。で、この BLM の話なんですが、昨年夏の膝男事件以来一気にあの、注目浴びたんですよね。で、メディアがずっと利用し続けていたわけなんですけれども、今回のこのバスケットボールチームへの抗議活動に関する報道って、ま、いろいろあったんですが、 共通点あったんですよちょっと調べてみたらね、あの、まあ、予想通りといえば予想通りかもしれませんが、ニュース記事の中に BLM という単語が全く出てこないんですね。で、これ日本語だろうと英語だろうと関係ないし、両方とも調べてみましたが、両方とももう全くそこに関しては触れていないんですよ。で、この 記事の中に出てこないっていうのは、その言葉として出てこないっていうだけではなくて、記事内で使用されている画像でも、間違いなく意図的に隠そうとしてるだろうっていうようなことが伺えるものばかり。例えばこれがいい例なんですけど、これ本体でここにブラックライブズ・マラーって書かれてるんですが、この女性の手によって隠されてるんですよ。 っていうような感じで、あとは、ね、他の画像を何見ても、基本的にはそのアービンをなんか、プレイさせろみたいなやつとか、まあ、アービンと共に我々はなんか、なんだっけな、協力していくんだみたいな、そういうようなプラカードが見えるばかりで、この BLM に関しては基本的に見えないようにされているわけなんですね。 ま、去年はその左翼思想の推進であるとか、トランプ政権批判に最適っていうことで、まあ、ずっと使われ続けてたところがあるわけなんですよね。ただ今回のこの接種推進の方針っていうね、メディアのやり方とは、まあ、明らかに相反するわけですから、まあ、もうガン無視されてしまってるっていうところがあるわけなんですよね。 で、一応、このニューヨーク支部のリーダーのニューサムは、あの、膝男スタイルの講義が必要かもしれないということで、まあ、大規模な暴動を起こすかもね、みたいなことも一回示唆するような発言って出てるんですよね。で、もし仮にそれがあった場合、じゃあ、 メディアはどう報じるのかっていうところはすごく気になりますよね。昨年夏はね、あの、背後がもうゴーゴーと燃えてるにもかかわらず、比較的平和な抗議活動がうんたらこまんたらとかわけわからんこと言ってたじゃないですか。今回はさあどうなるかっていうところを見てみたいんですが、まあでもちょっと暴動を起こるとね、それで傷つく人も出てくるので、それはやめてほしいなって思うところもあって、うん。まあとりあえず、あの、早くこの変な世界からね、抜け出してほしいなっていうふうに思います。はい。ということでまず一つ目、バスケットボールの世界に関する話でした。 で、続いて、これすごく明るい話題ですね。野球のワールドシリーズに関する話なんですが、えっ、ー、と、今年の夏ですね、覚えてますかね、皆さん。あの、ウォークの連中たちによって政治圧力、政治的圧力かけられて、ジョージア州で開催予定だった野球のオールスターゲームがコロラド州につ変更されたんですよね。で、えっ、ー、と、一応ね、ちょっと前の話なので、そういえばそんな話もあったなっていうふうに思ってね、あの、 なの、流れを覚えてない方もいらっしゃるかもしれませんので、ざっくりお話しすると、ジョージア州が選挙法を改正したんですよね。まあ、あの時にしきりに言われたのは ID に関する話で、その ID 提示をその導入すると、 みんえっと、なんかそのマイノリティにとって差別になるんだ、みたいなことを民主党であるとか左翼メディアがギャー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 言ってたわけなんですよね。で、それだけじゃなくて、その改正の中には、えっと、なんか投票に並んでる時に水を飲んではいけないとかいうわけのわかんない言いがか,かりを、これあの実際に裁判であった訴状の内容ですからね。うん、っていうわけのわかんない言いかかりつけたりとか、実際はその水を配っちゃダメですよっていうものにしたわけなんですが、ただ現場ではそのご自由にお取りくださいっていう感じで水は設置されるんですよ。なので、その誰かが、 その、なんか配る中で、その政治的な影響を与えないように、だ投票する直前ですからね、投票所での話ってね。うんなので、そういうことをさせないようにっていうことでルールを作ったわけなんですが、それをなんか変な風に読み違えて、水を飲んではいけないっていうめちゃくちゃな言いがかりになってたわけなんですね。はい。で、まあ、こういうようなことがあって、あの、司法省も乗り出してきて、裁判沙汰になったんですが、10個以上ある裁判のうち、とりあえず1つは判決が出ていて、もうあの、共和党側、要はジョージア州側の勝訴と。 ということで、民主党側の言いがかりは裁判所は蹴ったというような形にはなっています。はい。 で、えー、ま、こういうような圧力がある中で、えー、開催地をコロラド州に変更だっていうふうになったんですが、ジョージア州の元々の開催地は、えっ、ー、と、ま、いわゆる白人率っていうのは50%あるかないかぐらいだったんですよね。でも変更先の都市っていうのは、えー、圧倒的な白人率で9割超えなんですよ、確かね。うん、っていうような感じで、なんじゃそりゃっていうような話になってました。で、さらに、えー、元々開催予定地だったジョージア州のその周辺では、推定約100億円の経済的損失があったわけなんですよね。 で、この経済的損失被るの誰かって言ったら、基本的には、ほとんどがマイノリティ経営のビジネスだったということも分かっていて、まあ、結局、その口ではマイノリティがっていうふうに言ってる癖して、えー、その裏側では被害を被ってたのはほとんどがマイノリティの人たちだったっていう、もう本当にひどい話だったわけなんですよね。 ま、こんな話があったのが、えー、今年の夏頃でしたね。はい。これが野球に関する話だったわけなんですが、えっ、ー、と、そもそもメジャーリーグなんですが、ナショナルリーグ15球団とアメリカンリーグ15球団に分けられてるんですね。日本はね、あの、セリーグとパリーグで分けられてますよね。はい。で、えっ、ー、と、それぞれのリーグの優勝チームっていうのが頂点争って、10月から11月の頭にかけて、ワールドシリーズっていうのを戦います。で、それが今ま、ま、さに真っ只中っていうところなんですが、今回何がすごいって、 今年、ブレーブスとアストロズの優勝争いなんですね。で、ブレーブスって、これ、ジョージア州のチームなんですよ。つまり、オールスターゲーム奪われたジョージア州に、地元球団がワールドシリーズ進出っていう、その実力を見せることによって、野球をジョージア州に取り戻すことができたんですよ。これ、すごくないですかで、さらにすごいのが、このブレーブスとアストロズの今の状況、どうなってるかって言ったら、3勝と1勝なんですよ。 で、4勝した方がもう優勝っていう風になって、ブレーブス次勝ったらもう優勝決まるんですね。で、これすごいのが、今日10月31日、日本時間は11月1日ですが、第5戦があるんですが、ここで勝利すればブレーブスが優勝っていう風になるんですが、その開催地が本拠地ジョージア州なんですよ。 もしかしたら実力で呼び戻して、で、地元で優勝を決めるっていう、もう最高のパターンが見られるかもしれないっていうところがあるんですね。はい。このブレーブスね、一つ注目が集まったのは、昨日ね、トランプ大統領がその、観戦に訪れたっていうところでね、あの、チョップな、なんちゃらチョップっていうのをやったっていうのでね、えー、結構話題になってたんですが、今日が実は一番の注目なんですよ。 優勝することができれば、もうあのウォークたちにギャフンと言わせるようなことになるので、えっと、ここで逃しちゃうとね、11月2日3日でテキサス州に場が移っちゃうので、もう今日で決着つけないと、あの、なんだろう、その、最もいい感じにならないんですね。うん、なので、ぜひとも僕はね、今日勝ってほしいなというふうに思ってます。それでね、あのウォークたちをね、ぜひギャフンと言わせてほしいなっていうところで、まあ、これが、その、なんだろう、う 腕っぷしの凄さみたいなところですよね。はい。っていうような奇跡が実は今進行中なんですよ。本当はね、これ優勝したところで伝えようっていうふうに思ってたんですが、なんかもう、あの、早くこの今のすごい状態伝えたいなっていうふうに思いまして、今日動画にしてみました。はい。ということで皆さん、ぜひともですね、あの、日本今衆議院選挙が終わりました。で、えっ、ー、と、この後はですね、えっ、ー、と、ぜひともこのブレーブスが勝つかどうかっていうところをですね、注目を今日はしていただけたらいいかなというふうに思いますから、はい。えっ、ー、と、ぜひとも皆さん今日このブレーブスが勝つ、 ということを祈って、えー、一日を過ごしていただければというふうに思いますはいということで今回の動画は以上にしたいと思います、えー、最後は今日の朝ですねもう秋めいてきましてこんな感じで、えー、木も葉っぱがなくなってきちゃいました、えー、その辺をその散りゆく葉っぱをですね見つめている2匹の後ろ姿でお別れをしたいと思いますまあ、これも可愛いですよね後ろ姿もね <laughs> はいということで最後までご視聴ありがとうございました失礼いたします